じゃあね、恒例のお部屋チェックです。オープン。うわー、ダダーン。はい、どうもこんにちは、ドリドリってことで、今回は、福島県のですね、鏡ヶ池碧山亭というね、まあおなじみの伊藤園ホテルシリーズなんですけども、まだ遠征しちゃいましたってことでね、恒例のね、お部屋チェック、食事のチェックね、温泉のチェック、徹底的にね、やっていきたいと思います。それでは、行ってみよう。じゃあね、恒例のお部屋チェックです。オープン。うわー、あったけ、めちゃくちゃあったけ、この部屋。とりあえず入った瞬間めちゃくちゃあったかい。で、玄関の感じはこんな感じね。はい、じゃあ続きまして、ここ多分トイレなのかな。じゃあオープン。まあ、トイレそんなに臭くないですね。いいんじゃないですかね。はい、じゃあ次はね、こちら洗面所です。じゃじゃーん、ダブル洗面所。はい、じゃあお風呂ですかね。ここ、はい、オープンってことで、ね、まあどうせ使わないんですけどね、一応見ときましょうよ、そういうことです。じゃあいよいよね、寝室です。ダダーン。広いっすね、これめちゃくちゃ広いじゃないですか。ほら、
見てください、この広さね。テレビもついてて、で冷蔵庫にね、冷蔵庫がここについてと、うん、で布団を敷いてあって、座卓があってね。でここには掛け軸みたいのがあると、で鏡があって、ね、ここでねゆっくり休めると、もうしかもなんか灰皿もついてますよ。はい、じゃあ次はねここオープンってことでね、まあ景色はそうだな、目の前のなんだかわからないんですけど、あの池ね、ちょっと凍ってるんですけど、凍ってるんですけど、あの池がねよく見えるなっていうね、そういうロケーションになってますと、まあ、なかなかいいんじゃないですか、向こうはね山見えてね。それにしても暑いです、暑いですね、日当たりがすごいんで。はい、ってことでね、お部屋チェックの方は以上になります。伊藤園ホテルズってことでね、鏡ヶ池ね、なんとか手だね、チェックインの終わったんでね、全体の方ね語っていきたいと思います。まあ、まず1回ねここフロントで入って、もう大浴場ね、まあ、ここにありますよと、うん、で麻雀とかね、カラオケも1階に全部備わってるということです。で2階に、食堂がありますということで、あとはね、まあ、あの3階のねここの多目的スペース、ここにね卓球がありますよと、まあ、あとはね、各階みんな同じような感じかな。で個室のカラオケなんですけど、これはどこ行ってもそうなんですけどね、あの予約制ですと、うん、で麻雀はね予約制じゃないと、フリーですと、ここは空いてればね使っていいと。卓球もそうなんですよね、空いてればね、これ予約制って書いてあるじゃないですか、今予約制じゃなくて、もう空いてれば使っていいですよってね、そんな感じかな、娯楽施設に関しては。あとお風呂の方は貸し切り風呂とかね、そんなのなくて、まあね、このねご覧のね時間帯にね営業してるってね、そういう感じです。最後にね、強いて言うならね、このレンタルタオルね、レンタルのバスタオルなんですけど、これねタオルの質が悪いんだかなんだか知んないんだけど、あのお風呂場行ってね体を拭くとね、糸のカスみたいなのがね体にねすごいついたんですよね。だからこういうね備品、タオルとかね、もうちょっとねいいやつ使うとよろしいんではないかなって思いました。ということでね、鏡ヶ池のねホテルの方ねチェックアウトの方ねしてきましたということでね、もう全体的な、ね、感想で言ってしまうと、もうこれで伊藤園ホテルねナンバーワンですかね、今のところ私の評価では。うん、何がいいってね、一番やっぱお湯ですよ、お湯。はい、ということでね、もう寒いんでね、ここも凍っちゃってて、なので、これからね東京の方に帰りたいと思います。ってことでね、今回の動画面白かったためになったって方いらっしゃいましたらね、ぜひぜひね、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではでは。